さて、秋の交通安全運動は子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶、自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底を重点項目として実施しております。例年日没時間が急激に早まる秋口以降は、夕暮れ時や夜間に重大交通事故が多発しております。夕暮れ時における自動車のライトの早めの点灯やハイブームの活用等を推進する必要があります。皆様におかれましては、今一度交通ルールを遵守し、横断歩道の通行や横断歩道における歩行者優先を徹底し、合わせて早めのライト点灯、反射材用品の着用などの安全対策を行っていただきますようお願い申し上げます。交通安全宣言。沖縄県内では歩行者が道路横断中の交通事故により怪我をされたり、時には亡くなられたりする事故が発生しており、また飲酒運転を根絶する取り組みをしているところですが、依然として飲酒絡みの交通事故は後を絶ちません。内から宮崎、私たちは交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけて、交通事故を防止し、飲酒運転を根絶するため、歩行中反射材を活用して交通ルールを守った安全な横断方法の実践。まず車を運転する際は、夕暮れ時の早めのライト点灯、そして積極的なハイビームの活用、飲酒運転は絶対にしない、させない、飲酒する人の車には乗らない、運転する人には絶対に酒を勧めない、車を貸さない、自転車などを運転する際のヘルメット着用について実践することを宣言します。令和6年9月19日、前川主権現地テレビ。ケンさん、ありがとうございました。はいたい、ぐすうよ、うんじゅない、仕事がうわたい、また春から定時からビールは酒は飲みます？飲む、当たい。飲んだら車なんてどうします？はい、乗るなら飲むな、飲むなら乗るな。明日へのエネルギー、心を癒す酒がありたい。今日はですね、金の書の皆さん、そして金田町読谷さん、交通安全関係者の皆さんが、割った住民の暮らしをね、見守り、治安、本当にご尽力に対して感謝を込めて、私ベニママですね、はい、これオールヘルメット工事用なんですけど、安全指導にお付け、使ってくださいということでアンマーが作りましたので、今日はお礼に愛を込めて差し上げます。当体区長さん、これ帽子これかぶった方がいいですよ。あら、もうくるくるに飛んでしまいしやで。とあちゃんはね、いかを。はい。See you tomorrow! ね。バイ。